それでは聖書を開きましょう。聖書はローマ人への手紙の11章ですね。11章の25節から32節までね。私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をご唱和ください。新約聖書ローマ人の手紙11章25節。兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。イスラエル人の一部が堅くなになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、エレビに関して言えば、人たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。はい、そこまでですね。まあ、名古屋公演に合わせて、ローマ書をまずっと開いてきてですね、本当に、公演と講義がですね、非常に話しやすかったような気がいたします。全部を準備した全部をですね、細かく話すことが時間もないわけですし、また去年の夏前ですね、7月ぐらいでしょうか、依頼を受けて、からこれまでの講演の準備とね、ちょっと準備の仕方が違ったなというか、これまでは東部の講演とかね、西部の講演とか頼まれた時はもう本当に半年間ぐらい、たくさんの膨大な本を読んでですね、それを集約するというふうな形での準備であったように思うんですけども、今回は既に目配りしてきた材料の中でですね、畑の中の宝を探すように準備したというかね、量を語るんじゃなしに、質を語るというか、要するに福音理解の構造と本質を語るというかね、それを繰り返し、準備したペーパーの流れに触れながらですね、かいつまんで話すというね、ディスカッション的な、ディベート的な話し方で、会場からもたくさん質問が出てですね、ディスカッションしながら講演するというね、新しいスタイルが導かれたような気がいたしますね。この11章25節からですね、書いてある、ね、兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありませんとね、これは本当にこのパウロがローマ書全体でね、語りかけていることですね。パウロはシナゴク中心に、地中海世界のそのシナゴクの周辺とかね、ユダヤ教の回収者とか審判の人たちとか、耕されたところを中心に伝道していったわけですけど、そこで
いつも問題になったのは、まあ、旧約聖書とは一体どういう書物なのかね。またイスラエルの、まあ、歴史と信仰はどういう位置づけにあるのかというね、でまあそういう、まあ、全体の、まあ、構造と本質といいますか、まあ私の講演や講義で言えば、まあ、福音主義神学の座標軸というね、旧約と新約の関係、イスラエルと教会の関係、そしてこの福音、使徒的な聖書解釈と、まあ、旧約の文脈での解釈とかですね、旧約の部族的社会の、まあ、倫理、預言者時代の倫理で、新約イエス様と人たちの、まあ、倫理というね、まあ講演の中でも、まあ、語りながら、まあ、教えられたのはですね、本当に旧約というのは、まあ、栗の伊賀の皮に包まれた栗のようなものでね、本当にはトゲがたくさん含まれていて、まあ聖絶思想とかね、本当にこの既に住んでいる人を追い出すというね、そういう、まあ、思想が、まあ、たくさん書いてありまして、まあ、それはまあ当然のことと思うんですね。出エジプトで300万、成人男子だけで40万、ね、イスラエルの男女子供を合わせた300万の人たちが、この市内の方からですね、ヨルダン川を渡って、すでに、この先住民がいるところに300万人の人が入ってきたらどないなるかといったらですね、やはり、大変な、まあ、騒ぎになる、ね、またこのバビロン捕囚で70年経ってですね、帰ってきたらすでに他の人たちが移り住んでいるわけですね。そこでまたこの大変な問題が出て、エズラ・ネヘミヤのような、まあ、この離婚せよとかですね、あるいは、まあ、エルサレムに住む権利がないんだとかいうふうな、そういう、まあ言ったらこう今日でいう、まあ、ユダヤ教シオニズム、キリスト教シオニズム的なね、そういう、まあ、思想が、まあ蔓延するというか、まあ、主張されるというのは、まあ、自然なことかなと思うんですけども、まあ、しかし、まあ、今日の新約時代、そして、まあ、このね、この21世紀の時代にですね、この新約の信仰に立つ、キリスト内の信仰に立つですね、この普遍的民族の救いを目指すキリスト教会が、まあ、特定の民族をですね、こう支えて、そして、その周辺の民族をですね、このそういう聖絶思想的な考えでね、支援するというのはですね、まあ、中東の、まあ、キリスト教のですね、協議会が言ってるように、それは聖書全体から言えばですね、新約の光に照らされば聖書の異端的解釈であると。またジョン・アルソットもですね、それはアナテマの教えであるというね、このいうふうに、まあ、語っていますけども、まあ本当にそうだろうなというね、いうことを、まあ、繰り返し語りながら思いましたし、まあ、聞いている人たちも、まあ、まあ初めて聞くですね、この視点というか、新鮮に聞けたし、また整理がつかなかったぼんやりしてたところにね、闇の中に光が照ったというね、まあ本当に、まあ、まあ今回のような講演や講義がですね、本当に広く多くの人たち聞き学ぶ必要があるんじゃないかなという声がですね、たくさん寄せられてね、後からもメールもらったりですね、でたくさんの人が、まあ、YouTube を今視聴してくださっているので、いや本当にこの、まあ、よかったなというね、まあ、私たちは、まあ、暗き谷間を通らされるような預言者のようにですね、石投げられてこう過ごすような時期もあるわけですけどね、まあ、しかし、そのメッセージはですね、この、まあ、生きているというか、
家造りの捨てた石が隅の頭石になったとね。本当にまあ真実な信仰といいますかね、福音の解釈と適用というのはね、隅の一時的にまあいた捨てられたり石打ちにあったりしますけれども、しかし進化を発揮してね、隅の頭石になっていくというね、摂理運命に定められていると信じてね、まあ取り組んでいきたいと思うんですね。まあビデオもまあ最後の1時間が生駒の6時間のビデオが残されたままだったのでね、収録できなかったんですけども、まあ少し薄暗いところでしたけども再収録できてね。でまあ再収録した時に思ったことは、光が足らないなということで、まあいろいろ調べたら、そういう撮影用のまあ3000円ぐらいのね安いもので、光がですね USB で照らすそういう投稿機のようなものがあったので、まあ今朝届いたんですけども、まあただではまあ転ばないというかね、これからですね、この ICI でですね、この名古屋公園のような公園をですね、出ていく機会はだんだん、まあ、年とともに少なくなると思うんですけども、まあ、ビデオ収録を繰り返してね、まあ、ここで撮影スタジオのような、ここで進学校のようなですね、形でですね、次々といろんな課題で、まあ、暗闇を照らす光となって、歩んでいきたいなと思ったんですね。まあそういうことで、この25節からですね、まあパウロはこの奥義を知らずにいてほしくありませんとね、パウロもこの奥義をね本当に、このまだはっきり理解していない人たちに、光となって照らそうとしているね。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人が満ちる時は来るまでであり、ね、こうしてイスラエルは皆救われるのですね。この言葉も本当に、まあ、解釈の多いところですけれども、まあ、単純素直にね、解釈すればいいんじゃないかなと、私は思うんですね。まあ、要するに、まあ、旧約でイスラエル民がですね、この、神様に選ばれてですね、そしてこの神様の啓示の救いの啓示の受領者としてね選ばれたとね、まあそこが肝心と思うんですね。そしてまあそういう機能でイスラエルはですね、この聖水師の中でですね、この果たしたと、旧約聖書ができたということですね。そしてこのバルトが言うようにですね、イスラエルの民はまず最初にイエス・キリストをですね、救い主メシアを受けるべき世にこの期待された民であったとね。しかしですね、その大半はですね、このメシアをですね、退けたと。彼らがイエス様を十字架につけたとね。しかし、まあ、イエス・キリスト自身が、まあ、ユダヤの、ですね、系図の中におられるユダヤ人であり、で初期の十二使徒も全部ユダヤ人であり、ペンテコステの時の最初の120人の教会も、みんなですね、このユダヤ人であったとね。ユダヤ人クリスチャン。ね、しかし、大事なところはですね、旧約の血縁的、民族的イスラエルはですね、その大半がこのキリストを、まあ、拒否したとね、それはこのいろんな理由があると思うんですけども、まあ、その一つは民族的イスラエルの復興というね予言が成就すると思ったのに、メシアはですね食材的メシアとして来られた。でまたこの政治的このリーダーであると思ったのに、神が人となったというね、そういう神を冒涜するようなですね、そういうまあ言ったらこの
出現の仕方であったとね、たくさんの、まあ、つまずきの石、さらに、神殿はもはやいらない、ね、土地はですね、このもはやですね、この制限されない、またこの神殿はですね、この壊されてね、3日目に、立て直されるだろう、ね、それはイエスは自分の復活のことを言われたのであるね。で、人たちも土地はですね、パウロは世界の相続人であると、被造物からのですね、贖いであると、ユダヤ人の、まあ、期待とですね、この脱ぎ捨てたね、またこのエルサレム、地上のエルサレムはハガルであるとね、立法の奴隷になっているね、しかし天のエルサレムはサラであると、恵みと自由はね、天的なものである、霊的なものである。そして神殿に関して言えば、第三神殿にですね、この反キリストが立って、その汚すで再臨が来るとかね、そういうふうなですね、このものではなしにですね、新約聖書はこの黙示録にはですね、もはやそこには神殿は見なかったと、神ご自身が都を照らされるからであると、ね、でまたこのイエス様、そしてイエス様を信じる者たちがですね、神の神殿であり、ね、内住の御霊の宮であると、ね、言われている、ね、そういう形で本当にですね、この旧約のですね、栗の伊賀栗のですね、そういう部族社会的な倫理を脱ぎ捨ててね、この福音がですね、どんどんこの本質的なものが掲示されていっているというね、28節では福音に関して言えば敵対しているとね、選びに関して言えば人たちの上に愛されているものであるとね、だから本当にまあイスラエルのですね、啓示の受領者、また遺産としてはですね、まあこれはですね、そういう神の賜物とそういう証明はですね、取り消されることがない、ね、過去に裁いてそれは無効にされることがない、彼らはですね、そういう栄誉を受け取ったのであるとね、彼らは父祖たちを通してね、選ばれたね、しかしですね、福音に関しては敵対しているというね、救いからはですね、この福音に敵対するものはこの遺棄されるわけですよね、そういうこの矛盾したこの二面性を持っているのが、まあこのイスラエルの民族であるということははっきりここでも書いているわけですね。で、これをまあ一緒にしてしまうのがですね、ごっちゃにしてしまうのがやっぱりディスペンセーション主義、ディスペンセーションキリスト教シオニズムとかね、そういうところに、この混迷があると思うんですけどもね。で、30節から32節まで、あなた方はかつて不従順でしたがね、今は荒れみ受けていますとね。で、今は逆にですね、このイスラエルたちがこの不従順になっているけれどもね、やがてですね、この憐れみを受けるようになるんだというね、こういうこのまあ逆転現象というかね、逆説的なまあ過程を踏むのであるというね、形でですね、パウロはローマ書の最初からですね、イスラエルはそれでは見せられたのかとね、いやそうではないんだとね、いうことをですね、この全身的啓示ね、全身的倫理的啓示というかね、本当にこのそういうこの啓示の神様の進展の中でですね、このことをまあ理解しているというね、いうことですね。そして32節にあるようにですね、すべての神はすべての人を不従順に閉じ込めましたが、ね、これはローマ1章2章、すべての人がユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の中に定められているんだと、滅びてしまうんだと、ね、神の審判を受けるんだと。ね。ね。その閉じ込められたのはですね、それは全ての人を憐れむため、全ての人を救うためなんだと。ユダヤ人もギリシャ人も、ね。アラブ人もペルシャ人も、ね。中東も、ね。アフリカもラテンアメリカも、ね。アジア人も、全ての人が、を憐れむためであるというね。そのことをですね、私たちは、この明らかにしていくですね、生き方を、まあ、明かしすべきである。何かこう特定のね、民族をですね、肩入れして、そしてこのどう言いますか、軍事予算とかですね、そういうことでですね、世界的な
際的な人権に反するような行動をとっておればですね、この中東でもですね、十字軍の前はですね、イスラム教徒からのキリスト教徒への教への改心はものすごく多かったと言われてるんですけれども、やはり軍事的なですね、そういうこの傷をですね、何回も負わせたらですね、この文化社会自体がですね、反キリスト教的になってしまうというね、ことになってしまうわけで、私はまあそういう面で、キリスト教シオニズムというのはですね、大きなこの誤りをですね、まあ犯し続けているのではないかということをね、この今回の講演を通してもね、まあ教えられたというかね、本当に、このまああのユダヤ人の救いということをね、私たちは祈っていかないといけないけど、同時にね、パレスチナ人、ね、アラブ人、ペルシア人、ね、そういう人たちのですね、中東での救いもですね、この祈っていかないといけないということをね、まあ、心に留めたいと思うんですね。それではお祈りの時を持ちましょう。